こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張れジムの杉田です。今日はこの開脚の時にこう内ももがこう硬くて開脚がしづらい人に向けて、内ももの伸ばし方についてお伝えしていきます。内ももを伸ばす時に、最初こういう感じでこう腸腰筋のストレッチをします。で、この時に結構こう少し緩めにしてください。こうこの状態でこうちょっと揺らすようにして、この後ろ足の股関節がこうなんかこうピョンピョンピョンってこうこの周りがこう弾むような感じとか、こうグッと伸ばしてきてギッチギチになるんじゃなくて、少しこのこうピョンピョンピョンとした感覚を、してあげます。で、この少しこう緩みたゆみがあるような感覚の範囲内で伸ばすことをこう意識したら、足の向きをこう膝をこう支点にこうくるんと変えてちょっと横向きになります。で、横向きになると、内ももが伸びてきます。で、これをこう、この辺がこうちょっと体重のようにビョンビョンビョンってしてこう、余裕のある中で体重をかけていくと、内ももがしっかり伸びてきます。で、伸びを強調したい場合は、ちょっと手を後ろについて、でちょっと体をこう後ろに倒すようにすると、こう内側からこう、みぞおちぐらいまでが引き伸びるような感じになってくるんで、これでこう内ももが伸びるっていう感覚をつかんであげてください。で、これもこうピョンピョンピョンと必ず余裕のある状態で動かします。で、この内ももが伸びてきたら、伸びるっていう感覚がつかんだら、今度は足を伸ばして同じようにします。とはいえ、これだとちょっとこう体勢がきついので、前の膝は曲げて、今度は逆にこういう状態を作ります。で、さっきのこう膝をついてキュッとこう持ってきたようなつもりで、こういう状態ですね。さっきはこう真横に動かすような感じだったんですけど、今度はこの体勢でちょっとこうお尻を斜め後ろに引くような方向が、こっちはちょっとこう後ろに行くような感覚になります。そうすると、でも感覚はとても似ていて、これになった途端にこう突っ張って止まる場合は、うまく伸びが作れてないので、さっきのこう膝をついた練習でこんな感じで伸びたなというのを大切にして、お尻ちょっと引きながらのここの伸びを作ってあります。で、これもこうしてこういう感じですね。で、こうしてこう溝を全部つなげるようにしてここの伸び点を作っていってあります。で、これは左右やったと仮定して、この状態で開いていきます。そしたらこう両方同時に今のをやるようにした感覚なので、この状態でこうちょっとこうピョピョッとこのこうちょっとこう揺すりながらですね、こう揺すりながら落としていくというこう練習をします。で、ここがこうパツッともう動きが止まるようであれば、また片足の中に戻るようにしてください。しっかりとこの股関節がこうお尻周りがこうピョ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 ってこう緩みながらこう動くのを確認して、で、内ももの伸びがさっきこう膝をついて一番最初にやった伸びと同じようなこう伸びがする場所を見つけ続けてください。そこでキープします。で、キープしていくうちにだんだんこうちゃんと緩んで自分の体の重みで落ちてきます。で、この重みで落ちる感じがなくなったところがもう限界なので、少しその手前の感覚に戻って余裕のあるところでこう伸びるのをちゃんと待ってください。強引につくんじゃなくて、しっかりこう動いてきて、こう下の方になってもこう揺らす余裕のある中で持っていくと、しっかりとこういう感じで伸びてくる状態になってくるので、頑張ってこうなんだろう、どうしても形を取りたくなってきてしまうので、無理にやるとしがちです。で、また上から落としていくのと、こう最初にこうお尻をついた感覚なんかも実はちょっと変わってきちゃうので、上から落としてある程度伸びてもこっちに引っかかるような人なんかは、ちょっとそれに関しては違うコツも入ってきちゃうんですけど、こういう状態でこういうイメージですね。こう今度はこうかかとをついてちょっとこっちに体重を倒したら、こっちのお尻浮いているので、この時にやった感じを座りながらやるというイメージです。で、座りながらやって
こうやってこう光を引いて伸びたところをくるんとこう前に持ってくると、この状態、座った状態でも伸びるようになってきて、上から落とさなくてもこの座った状態から入ってもしっかりこう開いた形っていうのが作れるようになってくるので、あくまであの伸びるっていう感覚を先にあの作るのが大切になってきます。どんなにこう体勢を崩してもいいので、その状態で、最後の例えばこう開脚ですね、今だったら開脚で内ももが伸びないっていう場合は、内ももが伸びるっていう感覚をしっかり作ってください。でしっかりと作った後でだんだん開脚の状態にこう近づいても同じ伸びが、その心地よさとかあのしっかり伸びたってピンと張るっていう意味じゃなくて、あのちゃんと適切なあの伸ばして嬉しいという感覚で、できる感覚が開脚の方にどんどん近づいてもできるっていうふうに考えて練習していくと、こう無理のない形でちゃんと自分の成長を感じられるようになるので、ぜひあの開脚で内ももが伸びずに困ってる人は一番最初の練習でやるようにしてみてください。まあ、あのどうしてもその一番最初の練習で難しいなっていう場合は、ぜひあのスタジオまでお越しください。実際の感覚をあのパートナーでお伝えしています。今日の、動画を見て、開脚楽しくなったよと思っていただけた方は、チャンネル登録高評価いただけるととても嬉しいです。それではまた次回の質問でお会いしましょう。